イエスイエスショータイムショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今週の時事談、はい、ということで、うんうん、あの8月の25日から、うんうん、大村秀明、うん、愛知県知事イコールに向けた署名活動がスタートしました、はい、で、まあ、その日、うん、ニュースを見ていて、うん、まあ、結構、うん、ここはあのご当地愛知県、うん、メーテレっていう、うんうん、全国的に言うと、うん、テレビ朝日系のチャンネル、うん、メーテレっていうのがあるんですけど、うんうん、そこに結構あの大村秀明愛知県知事が、うんうん、出ますね。出ますよね、はい、見ますよね。見ます。マスメディアですよ、うん、マスメディアでは、うん、大村秀明愛知県知事をかなり見るんですけど、うんうん、でそのニュースを見ていたときに、うん、まあ、大村秀明愛知県知事出るなと、うんうんうん、でその日8月25日、うん、やるのかなって思ったんです。テレビで、うんうん、そしたらまあそんなことやらずに、うん、その日なんか私が、うん、なんでこんなことやるのって思って見ていたのが、うん、なんか石田純一さんがね、うんうん、どこどこで食事をしてね、うん、3人女性と、うんうん、若い男性と3人でイタリアンに行って、うんうんうん、お酒を飲んでました、うんうんうん、そこでお酒を飲んで出てきた石田純一さんにこんなこんなインタビューをしました、うん、みたいなのを延々とやってるんですよ、うんうん、ってそれ、うん、まだね、うん、石田純一さんの本人にカメラが行って撮ってるならまだしも、うん、絵起こしですよ、うんうんうん、イラストに起こしたものを出して、うんうん、それをに対してですね、うん、なんか本村健太郎弁護士、はいはいはい、あのよく法律の、うんうん、行列のできる法律相談所、うんうんうん、はいはい、それそれ、行列のできる法律相談所によく出る方が、うん、まあ、ズームで出ていて、うんうん、ニュースキャスターとかも、うん、絵を見て、うん、ね、なんかにやけちゃってねとかって絵やないかってもう本当それなんですよこの絵の絵起こしを、女性自身っていう雑誌で石田純一さんが取り上げられていて、その絵を見て延々やってるんですね。で、にやけちゃってとか、距離が近いとかって、まあ絵なんでね。で、本村さんどう思いますって。で、俺なんて答えるんだろうと思って。そしたらさすが、まあ、読んだんでしょうね、空気を、うんうん、まあ、その記事を読んでないので、うん、分かりませんって。もうでもそこ何て言うんだろう、呼ばれている他の演者さんはもうノリノリでそのイラストで描かれている石田純一さんを叩くっていうね、うんうん、大丈夫かと。大丈夫かですよ。ええやないか、突っ込む人おらんですかね。そうで、かたやね、その同じ行列のできる法律相談所でも北村弁護士、はいはいはい、北村弁護士は、うん、その例えば日弁連に対して物申したりとかね、うん、国を憂い国を思い、うん、活動をしている、うん、横で、うん、その絵起こしを見てね、コメントを求められるっていう、うん、大丈夫かと、うん、で、まあ本当そんな状態、うん、この愛知県ではなかなか、うん、まあそれはそれでいいんですけどね、いいんだけど、やりもリコールのニュースにしてくださいよっていうね。っていうね、あの中日新聞、うんうん、ここではあの愛知県では天下の、うんうん、中日新聞で、うん、まあ、その日のニュースを見ると、うんうんうん、26日の中日新聞、はいはい、どんなこと書いてあるのかなと、うんうん、要は25日は載ってなかったんです、うん、はいはいはい、その日やります、ね、当日は載ってなかった、うんうんうん、ただ25日に、うん、我らが高須総司令官がいろんな場所でその演説をしていたので、まあその様子を受けて次の日26日の新聞には、まあ何て言うの、ベタ記事、写真とかでは載ってなかったんですけど、一応紹介はされてました、はいはい、僕もあの朝というかテレビで見ましたよ。見たんですけど、朝5時50分とか45分とかそれぐらいのなるほどこんな時間誰も見ないじゃんっていう時間で、あ、ZIP っていう、はい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 、ZIP がやってる、 ZIP が始まる前ですよ。それでも、うん、高須総司令官は、うん、一応この取り上げられた、うんうん、っていうことは、うん、前向きに、前向きに
受け止めてらっしゃる、うん、優しいですよね。あの取り上げられたっていうこと自体で、うんうんうん、よしだと。で一応書き方としても、うん、昭和天皇の肖像をコラージュした版画を燃やす場面っていうことをちゃんと書いているっていう面を評価されたのかもしれませんが、やっぱり扱いはちっちゃいですよね、うんうんうん、そう、ツイッターとかだと少しずつ変わってきた的なことは。 なんでじゃあ我々隊員としては、うん、その総司令官の意思を尊重して、尊重するべきだと、うんうん、あまり過激な行動するべきではない。ただまあその、うん、石田純一さんとかね、うん、次の日とかはなんかその、うん、将棋の藤井君の年収がいくらだとかね、うん、まあそれをやってもいいんですけどっていう僕はね。なるほど。じゃあただまあその、うん、今週そんな署名活動が始まりました、うんうんうん、っていうところで水を差すように、うん、あの町山智博さん、はいはいはい、とか加、うん、山里香さんが命がけだねって、うん、そう住所出てますよ、うんうんうん、私にはそんな勇気ないみたいなこと言ってますよね。まあそのやり方も言い方がまあその罪に問われない、うんうんうん、要は尊敬しますって言ってる、うん、っていう意味です、うんうんうん、っていう言い方なんですよ、ね、そう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 、あの高須総司令官が指摘しても、うんうん、私はそんな意味で言ったんじゃございませんみたいな、そうそう、なんかねあの気持ち悪いんですよ。だからなんかやり取りがツイッターであり、うんうんうん、その発端の町山さんはもうそのツイートは消したみたいです、うんうんまあ、高須委員長とかの住所が出ているので、うんうん、ただ住所がバレるかどうか、うんうん、あの署名すると住所がバレるかどうかっていうのはバレませんと、うんうん、公開されません。あの公開してそれを閲覧できる人が限られています。なんであの見れるのはまず町山さんが出したものっていうのはその代表者、うん、請求者代表、請求者 その、まあ、代表、まあ、グループというんでしょうか。なんで高須さんをはじめ主な方々は候補っていうのに出ていますが、うん、我々受任者は、うん、出てない、出てないし、うん、あの今度は それを見れる人っていうのは、うん、とても限られた人ですと、うん、なんで基本的には高須委員長、高須委員長は見ることができる、うん、がじゃあのこのこと、うん、他の人がいて見れるかっていうと、うん、見れるものではないと、うん、なんで安心してほしいのは、うん、署名しても、うん、漏れませんよ、漏れませんよっていうことですね、うん、でただこの我々受任者、うん、受任者が票を集めますと、うんうん、なのでその例えば僕がね、うん、友達のところに行って、うん、書いてよ、うんうん、って言ってそれでも書きたくないみたいな、うん、まあ受任者 にもバレたくない、うん、住所とかをね、うん、まあ受任者はどこで書いてもらうかなんですけども、そうそうそう、例えばまあ僕がこう街頭で、はい、こう書いてもらったとすると、はい、その僕にはその人の住所が分かってしまうよっていうのはあるっていう、はい、なんで、うん、もしかその受任者にもバレたくない、うん、知られたくないっていう場合は、うん、あのご自身で受任者になることがとても簡単になれると、うんうん、あのまあ、このサイトを見ていただける方だったら、うんうん、あの概要欄にも、うん、そのリンクを貼っておきますので、うん、この大山愛知県知事リコールの、うんうん、高須委員長が運営されているサイトに行けば簡単にその受任者になることができますのでと、うんうんうん、あとまあこの別の動画で書くとき、うんうん、署名するときに注意事項が必要だよっていう、うんうん、あの前の時の名古屋市議会リコールの時にかなり多くの無効票が出た、うんうん、10万票でしたっけ、24%、11万票、11万票、はい、それはそのちょっと試し書きがしてあったとか、うんうんうん、免許証の住所と書いてある住所が違うとか、うん、マンション名がフルで書いてないとか、うんうん、っていう、省略してたりするとダメってことですよね。それを衆議院になぜですかっていう質問状を送られた方がいるんですね、うんうんうん、それに対しての回答も、載ってまして、うん、それを見るとまあ戸籍通りの表記でなくても、うん、大丈夫大丈夫って書いてあるんですが、うん、あの前例があるのでね、無効になったっていう、はいはい、なんであの書くときは、うん、極力あの免許証とか、う
保険証とか、うんうん、住民票に合わせた、うん、ある通りのそっくりそのまま書きましょうってことですね、はい、あと、今いろいろ調べているので分かり次第、うんうん、お伝えはするんですけども、うん、受任者署名を集める人の手引きっていうのが、うんうん、あの PDF でちょっとネットで、うんうん、あってですね、はいはい、それを読むと、まあ、それを参考にするとですね、うん、例えば署名簿、うん、コピーしたものを新しい署名簿として使ってよいか、うん、いけません。だから足りなくなったら事務局に行って新しいのをもらえってことですよね、うん、何枚来るかですよね。それ、まあ、何枚来るかまだ来てないのでね、うんうんうん、現時点でちょっとわからないと例えば1枚だけ来たとしたら、はい、こう10人ぐらい書いて、まあ、枠が何枠あるかわからないですけど 10個です。10個、はい、10個書い10人書いてもらって足りなくなったらもう1枚くださいって。それか、まあ、その例えばね、うん、僕がもらいました、うん、要は4つ埋めました、うん、家族分4つ埋めました、うんうん、の時に要は横の人の家の家族を書きたいってなった、うんうん、けどここには書き、うん、でもまあ住所わかるからあれなんですけど、うん、いやまあそういう例ですよね、はいはい、ここには書きたくないっていう時に、うんうん、じゃあもう一枚欲しいなっていう時とかが、まあでもその書類自体は有効なんですよね、きっと。そうです、ね、下が空白、あ、下の空白は有効です。有効なので、はい、新しいのをくれっていうのは多分くれる。あと空業があると無効になるのか、うんうんうん、いや例えば1行間隔で10個マスがあった、うんはい、10個行があったので1行間隔で書いた、うんうん、となるとこれは署名欄の途中に空行があると、うんうん、そこから下の署名が全部無効になります。なんで例えば1人一番上に書いて1行を空けて8個書いた、うんうんうん、8人分が無効ですと、うんうんうん、なのでこれは空行がないようにして書きましょうと、うんうん、もちろん署名欄は全部埋めなくてもいいので、うん、ある行以下が全部からっていうのは問題ありませんと、うんうんうん、であとまあ氏名は自分で書いてもらわないといけないのかっていうのは、うんうん、もうそれが原則ですと、うんうん、本人の署名と確認できるように必ず、あの実質、ね、実質、あの要はその人ごとで、うん、要は家族だからってじゃあ全部僕が書きますっていうのはアウトですと、うんうんうん、で同じ姓が並ぶ場合でもちょんちょんはダメです、うんうんうん、でどんな場合でも代筆はダメかっていうと、うん、心身の故障など、まあ、理由があるときは代筆してもらうことができます。寝たきりでとかで、ね、ただ署名の請求代表者と受任者は代筆者にはなれません。ハンコは三文版、うん、シャチハタも OK で、うん、同じ家族のハンコは同じものを使ってもいい、あ、はいはいはい、とあります。うん、ただまあ細心の注意を行って、うんうん、空行があるはダメ、うんうん、代筆はダメ、うん、省略も避けた方がいい、うんうん、っていうのは守るべきかなと、うん、これはもう絶対そうなのかなっていう、うんうん、あとコピーはダメ、まあ、署名って時点で署名ですか、署名捺印っていうとこう自称じゃないですか、まあ、そうですね住所はバレません、はい、うん、バレません。まあ、住所はバレないので、まあ、本当にこの大村知事ちょっとどうかなって思う人は行きましょうってことですよね。気軽に、あの名前が漏れることはないので、ないので、うん、この運動に賛同される方は、うんうん、ぜひあの署名をね、はい、あの丁寧に署名していただければと思います。無効にならないように、はい、はい、というところですね。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。